ございます。チャス。おはようございます。チャスチャス。というわけでね、はい、チャスから始まってチャスで終わるということで、10月6日火曜日。火曜日。もう10月に入ってもう1週間経ったら、もうなんかあれですね、9月の感覚もなくなり、10月やなーっていう感じのあれですよね。はい。というわけで10月6日火曜日。はい。そろそろこの格好寒くないですか？丸ちゃんです。お願いします。お願いします。寒くない？拍手2回。少な。4回です。はい。4回です。ということでね。はい。10月に入り、少し気温も下がってきて、寒いなという日々になってきましたね。まだまだいけますね。まあ、体型的な問題ちゃいますか？そうですね。ちゃいますか？はい。どうなんですか？暑がり、寒がりってどっちなんですか？僕、ほんまは暑がりです。出す。暑がり。暑がり。まあ、これで寒がりだったら話もおかしになりますわね。どうなんですか？釣り行ってるんですか？釣りは行ってないです。行ってないんですか？野球。お！行ってきましたね。野球、いつ行ったんですか？日曜日。この前の日曜日ですか？はい。4日。お！はい。もう順位決まったんですか？いや、明日で広島が負けたら阪神が3位。お。広島が勝ったら阪神が4位。ってことは、阪神はもう全部消化したんですか、試合。消化しました。あ、確かあれですよね、僕も一回ちょっと見たんですけど、広島の方がちょっと残り試合多かったみたいな。そうそうそう。直接対決はどうやったんですか？負けましたね。負けたんかい。6対0全然負けてますやん。そうなんです。バッチリ負けてますやん。で、今の状態で、まあ、広島が追い上げてると。そうですね。じゃあまた広島の結果は待つのみ。待つのみです。ここまで混戦になった3位争いはありましたか？ないです、ね、なかったっすよね。過去にはないですね。ねえ、いやいや、ってことはじゃあ明日ですか？明日の広島戦で全ては決まると。そうです、ね、じゃあ阪神はもう全てやり尽くしたと。やり尽くしました。あとは結果待つのみ。いや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 、最後どこと試合なんですか？広島は中日ですね。山本昌先発するらしいですよ。え、そうなんですか？なんか俺聞きましたよ、50歳初登板、山本昌先発へみたいなニュースになってましたよ。へー。50歳で一戦の先発を張るってすごいですね。ですよね。まあまあ引退、今年も引退、今年で引退からね。ねえ、なんか今ほんでやっぱ引退する選手が結構なんかね、有名どころの選手ばっかりで騒がれてるじゃないですか。だからまあ10月4日も関本の引退で。ああ、なるほどね。19年間。そうですね。もう周りみんな泣いてましたね。そんなになんですか？まあ、阪神一筋19年と思うんですよね。そうですね。やっぱ功労者というところでね。19年、まあまあなんてまだ体が動くところで辞めれるっていうのは幸せやと言ってましたね。やっぱみんなやりたくてもできひん選手っていうのが多い中で、グミだよって言われる中で19年しっかりやり遂げて、まだいけるんじゃないかで辞めるっていう。これ一番ですね。まあ、やっぱ体が動くうちに辞めるっていうか。そうね。あとはまあ若手を、まあ、吸い上げる。ああ、なるほどね。これがいつまでもっても若手が育たない、一軍行かれるから。なるほどね。そういうところでもやっぱなんていうんですか、責任を感じてるというか、使命を感じてるってことです ね。 そうですね。今年あれじゃないですか、井川が戦力外通告らしいですよ。井川、オリックスの井川、阪神で20勝上げてた井川。井川がとか、なんかどこ、今日ね、ちょっとニュースでチラッと見たんですよ、その戦力外になってるとか、引退とか。西武で言ったら西口とかも引退らしいですね。西口はね、なんかあと誰やったかな、有名どころ誰かおったと思うんだけど、今なんかドラフト1位とか自由獲得枠とかで、はいはい、獲得した有能な選手っていうのがことごとく戦力外通告を受けてると思う。じゃあ、巨人の久保。久保。ああ。も戦力外らしいです。あと誰やったかな。阪神の渡辺。まあ、阪神の渡辺。まあ、優勝争いに、はいはい、中継ぎで。ああ、投げてた選手が戦力外。戦力外を受けてやっていけないっていう人も含めたら、やっぱ関本選手の引退、幸せな引退の仕方ですね。そうですね、もう感動もんでしたよ。ああ、そう、やっぱどう、現場での空気っていうのはもうすごいですね。どうすごいですか？もう関本盛り上がりが、盛り上がりと、もう感動と、女の子横おったんですよ。はい。もう泣いてたんですか？泣いてました、ね、それ見てニヤニヤしてたんですか？いやいやいや、こっちも感動してるから。ああ、なるほどね。感極まる。もうジンってきた。丸目涙。涙流しましたか？流しそうなんだ。流しそうなんだ。なるほどね。まあ、そんな野球バカな話から急にこんな残念な話じゃん。あ、今日はドナイデンのパネル出すの忘れてた。出そう。今日はドナイデン、ダイデン。マイナンバー。マイナンバー詐欺。10月5日からマイナンバー制度が施行されましたね。そうですね。ナンバーが通知されてるみたいですけど、来ましたか？来てないですね。僕も知らないです。自分の番号知らないです。知らない。全然知らないです。まあ、こちらマイナンバー制度を語る不審な電話を受けた
まあ、南関東、茨城、栃木とかその辺じゃないですか、の70代女性が、まあ、現金を支払わされる被害に遭ったと発表。あ、早いですね。早速便乗されてますね。まあ、5日にこう番号通知が始まったこの制度に便乗した詐欺と見られて、まあ、実害が確認されてたのは初めて。ということは他にももしかしたら被害に遭いかけた方とか連絡があった方いらっしゃるかもしれないというところで、僕は家の電話出ないので。出た、固定電話ある意味ない人ですね。もうそうです、うちも出ません。あの消費者庁によりますとですね、女性はあの公的な相談窓口を名乗る人物から電話で偽のマイナンバーを伝えられたと。あなた何番ですよ言うて、ほんでその後あの別の男性からマイナンバー貸してくれって電話があったんですって。ほんで、あ、ほんならちょっと番号教えましょうか言うて教えたらしいです。ほんなら翌日、マイナンバーを教えたことは犯罪に当たりますよって言われたんですって。おばあちゃんえらいこっちゃということで、でまあ、あの現金を支払う要求されて、女性は郵送と手渡しで支払ったというところで。何本ぐらい払ったんですかね。いや、あの金額は公表されてないらしいです。無念、こういうことあるからね。結構やっぱね、還付金が始まった時は還付金詐欺とかね、結構いろいろあったじゃないですか。まあ言うてもあの代表格はオレオレ詐欺ですけど ね。僕一回あの自宅に自分に普通に電話したのにオレオレ詐欺疑われましたけどね。用事あってなんかで、でなんか母親の携帯に繋がらなかったんやと思うんですよ、確か。で、自宅の番電話に電話したんですね、普通に。で、お母さんもしもしって電話出て、あ、俺って言ったら、なんてって言われて、いや、俺やもう一回言うてみ言われて、いや、だから俺や言うて、あ、あんたか言われて、今俺のこと俺詐欺やって疑ってたやろみたいな、うん、ほんまにかかってきたと思ったから、僕はあの実の母親にはあの自分の声やるので俺詐欺疑われる。風に身を回れる。でも今見たら声多いですよね。まあ、いろんな人は ね、まあ、電話で聞いたらわからない人もいますから ね、 これね。僕どっちかというと電話で声変わるって言われる方なんで、なんでかわからないですけど。よいしょっと。ただあの母親疑われた僕のことはさておき、まあ、マイナンバー詐欺、これこれからあのどんどんかかってくる状態になってくるんじゃないですか。やっぱこういうなんかあの国ので行われている制度とかで、基本的にあの自発的に、まあ、国側が自発的にお電話することってのはもうないらしいですよね。ないらしいです、ね、基本的にないんでみたいな、もうそんなありえないんでっていうのをよくまあ言ってても、やっぱり自分はって思ってる方に限ってこうなっちゃうみたいな。そうですね。ってことはもう今のここのどっかでもマイナンバー制度を歌う詐欺が横行してるかもしれませんね。あれカードになるでしょ。あ、自分のあれですか。 あそうなんですか。あ、か、まあ2016年にカードになるらしいんですよ。あ、2016年1月、マイナンバーカードの交付開始、うん、社会保険、税、災害対策の3分野の手続きで利用開始ということで ね。 そうですね。おー、なるほどね。マイナンバー制度の実施スケジュールというのも出てますね。これが一応 6から12桁の数字と4桁の暗証番号。暗証、あ、なるほどね。僕は暗証番号はもう分かりにくいんで、もう単純にしようかな。バレるバレる言うて。いや、これね、ほんまあの年齢に関係なく日本に住む全ての人を12桁の番号で管理するマイナンバー法がいつか施行され、近く番号の数字通知が始まると。ということはもうこの今週ぐらいのうちには来るんじゃないですか。あ、これです、楽しみやな。あ、これ一方あの勤務先に副業がバレるみたいな、前も話しましたけど ね、 ね、ちょっと副業がバレることでちょっとみたいな、あのビクビクしてる方も多いで、これ南にもかなりあの影響を与えるんじゃないかと。まあ、バイトで のある程度給料を多くもらってる方っていうのも、まあ、そのちゃんと上がっちゃうんで ね、 でね、値段が分かっちゃうっていうね。あらあら、かわいそう で、 ね。まあ、でもそういうあの不当って言い方よくないですけど、まあ、あの法の抜け穴というのか、まあ、国の制度というのか、まあ、あんまり多く払わなくて住んでいる方々っていうのはあぶり出す制度ですからね。良くも悪くもって感じですね。この制度になるまでこの状態にしたのは国なんですからね。今更急に制度変えて、しかも結構普及率低いじゃないですか、理解されてる方が。なんで大変やなと思いますけどね。なんかあれらしいですよ、制度の理解がどんくらい進んでんねんってところで、内閣府が9月調査したところによると 46.8% が知らないが聞いたことがあるらしいです。半分の人が知りません。はい、知らんかったって言っても 9% いるらしいですよ。知ってましたか。ってことは、内容は知らないが聞いたことがある。そう、聞いたことある。僕もです。僕の後輩があのなんかマイナンバー制度をあの説明する資格みたいなのを取ってましたけどね。いるんかって話ですけど。まあ、これはあのでもなんかあれですね、そのクラブの経営されてる方もそうですし、クラブで働いてるホステスさんもそうですし、やっぱりちょっとこうあの、ね、収入的なところで困ることが出てくるというところで、国税局の方は、まあ、ホステス側が店側にマイナンバーを教えることを拒むとか。
あと店側が正確な書類を税務署に出せなかったりするみたいな、そういった脱税的な、個人的な脱税みたいなのが始まるんじゃないかみたいなのも指摘しているそうですけどね。大変やな、南から脱税でお店が減るんじゃないですか。まあ言うたら国はあら探ししてるもんですけどね。そうですね、まあよく考えたら僕らのちゃんとした企業にいてよかったですね、こういう業界であれば、ね、助かったです。皆さんお願いします、税金払ってくださいというわけでマイナンバー詐欺気をつけてくださいね。自分たちの母親とか祖母祖父母あたりにもこういうの始まってるよって話しといてあげないと、亡くなってから入ってくるお金取られますよ。取られますよやらしい話ですけどね。ではでは長寿コーナーじゃん、マリちゃんのいただいてみましょう。はい、いただきまくりますね。19第19 20いきますよ。今日してました、何回か何回か19です。20ですか。今日はね222回なんですよ。222、あ、そこか。フィーバーって感じですね。どんな感じですか、フィーバー。それ前から言おうと思って仕込んでたんですか。そうそうそう、何やってんだよわははは、まあ、結局わははって言うと面白いみたいな ね。だから今の声も入ったんですか、皆さん聞こえましたか、テンション。いやほんまそれですよ、テンションに何ありです。今日は今日はね、今日はいかほどに以前放送をやったこれ卵はいつも好評です、はい、卵と山崎のテンションの低さがおもろい。いや僕もね上がりきらないですよ、何言ってるか分からないで。え、なんてそれです。はい、これ何やったと思うんですか。あー栗、おこれね、まあまず味付け、ゆで卵。はいはい、ゆで卵でバンドエイジなんですか、これね。まあ味付いてるから確かにうまいかも分からない。はいはい、って感じで、って感じで、でちょっともしかして家でゆで卵作りたんですか。ゆで家じゃなくてお店で、お店、はい、ちょっとポットで作ってきました。え、これじゃゆで卵です。どこで作ったの。ポットで。ポット、はい、ポットで、はい、え、大丈夫なの。大丈夫です、ほんま。ちゃんと洗って。ポット、え、ポットってどういうこと、どうやって作ったんですか。ポットあります、はいはい、に入れたんですか。 お湯沸かしますね、はい、入れますね、はい、ほんだら僕沸騰しますね、はいはい、言うたらもう100度ですね。あ、ほんだら100度になったら止まりますやん。はいはいはい、でそれ10分置いてすぐ冷やして、はい、え、ほんまに大丈夫。大丈夫です、ほんま、うん、味付け卵と普通のゆで卵やとどんぐらい差があるのかってことですか。そうですね、なるほど、はい、ほら、また卵の殻剥くことから始めんとダメなんですか。そういうことです、はい、しかも今日2回剥かなあかんすやん。そういうことです、ややこしいなおい、はい、剥きます。どっから開けんねん。ではまず、よいしょ、あ、そうか、あ、冷った。味付けゆで卵の方から剥きます。その卵は大丈夫やけど、ポットはもう一回ちゃんと洗わない。いや、ほんまそれですね、卵の周りの菌がね、プルプルプルって出てるかもしれないので、ね、そういうのも洗わなそうっすね。どこのポット、ポット、どこでポット仕入れていきますか。ポット、いろいろ仕入れることはあるんですよ。はい、あるんですよ、仕入れ場所。ポットを隠す、仕入れ先を隠すってよっぽどなんですよ。いやいやいや、よっぽどっすよ。それかよっぽどバレたらあかんとこでやってたな。さては、言ってましたね、とある女の家でやれたんですか。剥き始めたらもう喋れません、一つのことしかできません。へへへ、わははは。さあ、剥きます。これやることによって卵から剥く馬なりせやね。皆さんどうやって剥きますか、卵の殻って。これなんかコツあるらしいですね。僕はね、卵の殻にね、バイブ先ずっとコン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 してたでしょ、あれね、僕周りにバーってひび入れて指で沿ってこう剥いていくんです。結構これね、剥けるんです。しかも薄皮と殻がつながってプルプルプルってなって、こうなんかプルプルプルってなるんですよ。プルプルプル、ほら綺麗に剥けてません。ほほこれほいほいほいっていう感じでね、こうやってもたま、このカラペロって大きく取れるんですよね。僕神経質なんでね、卵の薄皮をね、剥き切りたいっていうね願望がすごいんですけど、どうですか、剥いてます。いやもうどっちもボロボロ、これはあれボロボロ、これはボロ、卵ボロボロ、この人これはね白身ブルーンって持てるやん。あ、これ君だけでしたっけ。そう、君だけですよ。そうかそうか、これ君だけなんか、はい、君だけです。むき、綺麗なむき身ですね。ポロンチョ、
よし、ポロンチョ、いただきます。白身入れなかったですよね。白身入れないです。ちょっと黄身がついてる。いただきます。これはどっちも白身は、うまっ。白身はあれですからね、捨てますから。味付け卵の白身、うまっ。ではこっちも剥きます。こいちゃん、てかちゃんと茹でれてました。これ見てください。ほんま茹でれてる、はい。では剥きます。あ、なんかこっちの茹で卵がやっぱあれか、普通に茹でてるからか知らんけど、黄身ボロボロ、あ、白身めっちゃボロボロついてくるわ、はい。これを何としても綺麗に剥きたい。卵の殻を綺麗に剥ける人みたいな、やっぱいいじゃないですか。はあ、そうでもないでみたいな感じでしたね。あかんわ、やっぱ無理やわ、綺麗に剥かれへん。剥けない。なんか薄皮がボロボロついてくる。薄皮というか周りのなんか剥がれやすい白身みたいなのがバンバンついてくる。くそくそ、もう君だけにしてんの。くそくそ、綺麗に剥きたい、綺麗に剥きたい、神経質が出まくってる、綺麗に剥きたい。あれ、もしかして俺待ち。そうですよ。え、ハイヤー剥くの。あ、はい、神経質じゃないからか。いや、どっち見ちゃうよ、白身は。いやですやん、白身は綺麗にこう残したいですやん。どっち見ちゃう、関係ない。これ、味付けと、これね。それはザキヤマさんの腕ではどうにもならん。やっぱそうですよね、卵の処理の仕方が悪いで仕方ない。これなんかあれですよね、黄身外しやすいような、あの黄身じゃないわ、殻を剥きやすい茹で方みたいなのあるんですよね。ちょっと皆さん、あのこんなプラ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 やってる間にちょっとなんか調べて入れてくださいよ。先々週の日曜日、そのやってましたね、その卵の皮を剥くコツ。コツ、綺麗に剥ける茹で方。僕あそこ震えてたんですよ、はい、小福のいう境のところ、はいはいはい、そこでテレビあるんですよ、はい、露天風呂に、はい、その時にやってました。露天風呂にテレビある、すごいな、はい、露天風呂にあるんですよ、ね、隣は女子風呂ですか。いや、女子風呂は見れない。なんだと、はい、見れないって当然ですよね、はい、この人に見せたら終わりや。あそこね、結構すっぴん見れますからね。すっぴん、はい、あ、女の人のすっぴん。そうですね、かわいい子キモキモスピン見れますからね。キモ、まあ、僕はあれなんですよ、お風呂入ったらもうすぐ食堂行くんですよ。はいはいはい。で食堂行ってタバコ一本吸って、でお水飲んで、あそこのお水美味しいんですよ。水に美味しいがあるんですか。あるんですよ、ほんまにうまいですよ。一回行ってみてください。いや、ちょっと僕温泉嫌いなんで。ああ。そうですかね、僕ちょっと温泉嫌いなんで。まあ、あの本当に、まあ、お言葉なんですけど、こういうおじさんが風呂に入ってる時が一番無理っすね言い方あれですけどね。やっぱあんまりこう、あの、なんていうんですか、湯船で顔バサバサってこうゆすぐ人とかおるのほんまに無理やっていうね。その帰り湯全部湯に帰ってるやんっていう。わかりません、そんなわかりません、あんまわかんないですか、この感じ。よし、受けた。くそ、やっぱりちょっとポロポロだった。ポロンポロン、いけたよ。いただきます。あ、やっぱ味付け卵じゃないから白身本来の味しかしないですね。そうです。卵の殻むき 4,5 分付き合ってくれてありがとうございました。実食これ、はちみつ。やばい、丸さん、はい、とんでもない事件が起こりました、はい、どっちの君かわからん。あ、あのこっちが味付け卵。そうさっき味付け卵だけどね。あ、じゃあこれこうしよう。僕これ複雑。ではでは、もう手汚すん嫌なんで。だからまあ僕は色がちゃうよ。はい、すいません、小ネタで言いました、分かってました、すいませんすいません。だから僕は今のはできれいです、すいませんでした。味付けじゃない方を食べます。一回どうぞ。え、もともとやった味付けやから、さっき味付け食った方がいいんじゃないの。卵の殻をプランターにバーって混ぜたらあれらしいですね、よく食物が育つらしいですね。雑学。ではこちら、卵に蜂蜜で何やったっけ。栗です。栗です。栗です。マロン。ではいきます。これ味付けの方。はい、味付けの方です。べっとりいきまして、実食。
どう前回やったの。うん、栗っていうかね、あれあるじゃないですか、モンブランとか、モンブラン、はい、マロンだし系、はい、ああいう風味に近づくっすよね、かなり。味付けの方はね、あのモンブランってあのクリームじゃないですか、クリームあれ の, あの食感にちょっと似てるんですよね。でその卵のコクが、蜂蜜の甘さによって栗っぽくなるっていうか、それこそマロン系のあれになるっていうね感じ。ただ味付け卵なんで、黄身の味の濃さがどうしても卵の雰囲気を残しますね。あ、そうか、味付けの方は、ね、で説明すんのがあんたの役目でしょうが。あ、僕味付けの方一回行ってみます。おっていうか、どうやったんですか。じゃあ味付けじゃない方、じゃない方は、あ、やっぱり味付けの方が栗に近い。おますか。はい、スーパームーンでは味付けじゃない方、本来のゆで卵の状態のやつですねに生かしてもらいます。よし、ついてる蜂蜜大丈夫、いける、くさでしょ。あ、ほんまや、ほんまや。これをやるなら、味付け卵の方と蜂蜜使った方がクリーンに近いですよって。ほんまや、はい、味付け卵の方が近いわ。ほんまや、でしょ、近いでしょ。ほんまや、はい、多少の差があっても味付け卵の方がちょっと美味しい。美味しいですよね。ほんまや、はい、味付け卵ちょっと崩して蜂蜜とあえてケーキの上とかプッとのしょバレへんのちゃうかな。これバレないですね、これ全然。多少バレないんじゃねこれ。ただ君2個も食ったせいやから口砂漠、砂漠ということで2つ目、2つ目はい、まだあったんや。まだ飲むか。なんやと、はい、なんですか、ね、やっぱり喉かいてるでしょ。なんですか、なんですか、なんですか、うん、まだ出ました、牛乳。牛乳好きやな。牛乳好きですよ。牛乳好きやな。時間あるの、あります。あるかないかとはさほどないですけど、別にいいです。この後あの話すインフォメニュースさほどないようないんで言っちゃった。まずこれやりましたよね。うわー、なんかやったな。オロナミンシート牛乳やったわ。これやりましたね。これね、スポンジケーキって言われたのと、あ、はいはいはい、やけどミルクセーキやったのと。ああ、確かに確かに確かに。これね、1対9、1対9、はい、僕ちゃんと1対9、ほうほうほう。で、あり、で、あり、はい、で、あのミルクセーキ、ミルクセーキ、はい。ということで、ちょっと試しで一緒やけど、ちょっと違うんかな。デカビタとオロナミン C でちゃうん。わかんない、いや、わかんないです。それが、これ飲まないんで試してみます。え、はい、あ、ゲップショップだ。はい、ということで、ということで、はい、やってみましょう。内容薄なってきたな、なんか。これ成功例です。どうする、あの、見たんですよ、YouTube ね。うまい、これはうまいって公表してましたもん。マジっすか、山梨。僕が、うん、これは1対9の割合のあれやなって言って。あれ、そんなこと言うの、ちゃん、はい、動画見たんすね、はい、えらい、やっと見た。一番見なあかん人がやっと見たね。ちゃんとこれ、はい、はいはいはい、なんかそんなこともありましたね、そういや、はい、これはうまいって。もうイクラにイクラの次やなって、イクラのイクラに次やなって、イクラ2回出ましたね。やってましたね。うわ、手についた、最悪や、考えられへん。はい、1対9、1対9の割合、ちょっと少なすぎたから、まあいいや。リリ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 リ。あー、なんか言ってたんですよ、はい、あば、ミルクステーキ28やな28や19はちゃうな、28やな。28やな、28、28やわ。で
もまあまあ飲めんことはない。ああこれはまあまあデカビタおもう挑戦です。実際デカビタとオルナミン C ってなんか成分ちゃうの？どうなんだろうね。ちょっと後で見とく。これ、ね、こっちも炭酸多いね。そうなんですか。なんか僕は炭酸飲まないか分かんないよ。これでミルクセーキになるんですって。でも意外といけるんです。俺もこれ2回飲んだから意外といけるんです。美味しいです。ちなみに卵の殻、卵の茶は卵の黄身と蜂蜜でクリーになりました。モンブランのマロン系の風味になります。こういう類の遊び20回やってるんですけどお腹壊しないんで大丈夫です。あ、やっぱ薄い、薄いわ。どう違う？デカピタの方が薄い。いただき。あ、ほんまや、うん、ほんまや。なんかちょっとちゃう。違うでしょ。オールナミン C の方がうまいでしょ。うん、ちょっとちゃう。なんかこっちの方が薬品っぽい味する。どっちの方が？デカビタ。デカビタの方が。そもそもデカビタをちゃんと飲んだことないけどね。俺炭酸あかんから。でも牛乳やったら飲めるでしょ。ほぼ炭酸ないからね、うん、ほんまや。なんかちょっとちゃう。なんかちょっとあれやわ、子供のイソジンみたいなのするわ。ああ、おろしいのが確かに濃い。そうなんや、オルナミン C の方。僕はオルナミン C の方が好きです。どっちかって。ああ、なんかほんまや、ちょっとちゃうわ。ちょっと違う。なんかこうやってデカビタとオルナミン C の差を実感するとは思わなかった。ちょっとちゃうでしょ。オルナミン C の方がうまい。オルナミン C も美味しい。はい、オルナミン C 派です。オルナミン C。 ではでは総括お願いします。総括、まあ、まあ、栗はやっぱ味付け卵のと蜂蜜で栗になります。モンブラン。モンブラン言うてもてるやん、うん、で、何これ何これ。牛乳とオルナミン C で何やこれ言うてもてるやん。牛乳とオルナミン C でミルクセーキで、デカビタはやめた方がいい、うん、ちょっとオルナミン C のがちょっと美味しい。美味しいですね、うん、ということで評価的には合格。合格。はい、何が合格。どっちが美味しかったですか。インフォメニュース。どっちが美味しかったですかって言ったら別にどっちも美味しくなかったです。どっちも美味しく